その2。こんにちは、インストラクターの新田悦子です。今日もよろしくお願いいたします。汚れを清潔にする。汚れに対して清潔にするということですが、皮膚の汚れには2種類あるとお話ししましたよね。油、皮脂汚れと大気中の塵、雑菌汚れの2種類です。今日は塵、雑菌汚れについて見ていきましょう。塵、雑菌汚れ。大気中の塵や花粉、車のタイヤカス、ブレーキの金属粉などは角質層に刺さり炎症を起こします。刺さるということは傷がつきまして、そこに雑菌が入り化膿するなど炎症を起こします。春先などにお肌が不安定になるのにはこんな原因があるんですね。また一般のクレンジングでもさっぱりと洗い流したと感じて、実は化学成分やカスがお肌に残り続けて肌をいじめていることもあります。こうした理由からクレンジングの後に洗顔でもう一つの汚れを落とすわけです。もう一度確認します。汚れには油、皮脂汚れと塵、雑菌汚れの2種類あります。皮脂汚れはクレンジングで落とし、塵、雑菌汚れは洗顔フォームで落とします。必ずダブル洗顔する理由は汚れの違いにありました。ピュリタス洗顔フォーム。こちらは天然アミノ酸系の洗顔料です。人間の皮膚表面は弱酸性です。その理由は雑菌などを殺菌するためと言われています。人間のお肌の仕組みなんですね。その仕組みに合わせて洗顔も弱酸性でできています。石鹸洗顔を勧める方も見えますが、エールでは反対しています。なぜなら石鹸洗顔はお肌を弱酸性とは反対のアルカリ性にしてしまい、お肌の負担が大きいんです。健康で若い肌ならまだしも、トラブル肌の方や20歳過ぎた方で石鹸洗顔されている方は今すぐやめた方が無難だと思います。また洗顔後のさっぱり感はそれだけ皮脂を落としすぎて危険です。これもご注意ください。洗顔後肌がさっぱりしすぎてむずがゆくなるという時はやめた方が良いと思います。そして次の特徴は、すすぎが早いということです。危険な発泡剤を含んでいないので、泡立てるには少し努力がいりますが、さっと洗い流せますので、洗顔のお肌の負担をここでも減少させています。本日は以上です。明日は、汚れを清潔にするのまとめになります。お楽しみに。